あきさん。なんだ。電話です。電話お願いします。おう。電話。はい、こちら高橋県警カブラ署昆虫課秋山だ。どでっかい昆虫？よし、すぐ現場向かう。どうしたじゃん。星がいます。星です。裏山に潜伏したか。はい。よし、俺で行こう。俺たち虫取りでかな。取り行きましょう。行こう。アキさん、どうしたじゃん。星はそこです。そのクヌギの木か。はい、行きましょう。行こう。じゃあ急ぐな。こう慎重に行け、慎重に行け。結果なんかヤバいもん持ってるかもしれない。気をつけろ。しますね。匂いがするな。よし、あ、これなんか折れそうだぞ。どうせピンセット用意しろ。はい。よし、じゃあピンセットを探れ。はい。どう潜伏してるか分かんないぞ。虫を取りましょう。星だよ。あ、星ですね。すいません。匂いがしますね。蜜があります。気をつけろ。はい。いきなり針で刺してくるやつもいる。あ、気をつけろ。アキさん、どうした。ここいそうじゃないですか。ここは潜伏するのに絶好だな。気をつけろ。はい。サングラス見えませんね。こういう時は取れ、サングラスを。はい。バカ野郎、何年でかやってんだ。あ、なんか降りそうだな。本当に降りそうですよね、これ。そうだな。どうした、チャガ。アキさん、どうした。これちょっと僕マジで嬉しいです。どうした。これ見えますか。これ見えます。撮りますよ。見えないぞ。星が、ほら、星が、ほら、かかった。ほ、こいつは星だな。すげえ、やった。ここがだな。やったぜ。今年初めてだ。よし、時間は何時だ。10時31分、限定だ。確保しません。はい。気をつけろ、油断するとこいつも挟んでくるぞ。ここがたですね。はい、ちょっと時間見ます。さっき俺が言った、はい、10時32分だ。はい、確保。時計ないじゃないか、お前。はい、確保しました。確保だ。はい、よし、限界だ。よっしゃ。いや、まだいますよ、あそこ。やっぱり潜伏してたな。取りましょう。よし。男がおったら女もいるんで、普通。あ、女と一緒に隠れてる可能性が高い。そういうもんですよね。女の餌かもしれない、これは。探せ。お、こいつはなんだ。クモ。お、捕まませんね。クモだ。捕まませんね。逃げ足早いですね。やめろ、もうそいつ追いな、やめろ。そいつ情報屋だったな。こ、あっ、お、なんか逃げた。逃げ足早いですね。あ、ん、いや、この羽だな、今のは。潜伏してるな、これは完全に。探せ探せ。探します。あ、いましたよ。これはいました。なんだ。ミミズくんですね。はい、ミミズくんです。10時33分。はい、確保。確保、逮捕。はい、あ、いました。本当にいました。本当。あれ、生き目だ。いやいや、生きてる生きてる。ここはだ。これは生きてますね。大丈夫ですね。はい、10時34分。はい、確保。限界だ。めちゃめちゃいますね。やるな。どんどん確保しろ。はい、わかりました。いたた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 。だから油断するな。いたぞ、チャガ。こら、お前まだ青二歳なんだよ、そういうところが。危ないですね。はい、捕まえました。入れますよ。よし、確保。あの、ミミズはどっか行っちゃいました。はい、ミミズはザコだから。はい、わかりました。ザコ、あ、そうですね。そう、はい、よし、オッケー。今日は大物狙うんだ。はい、よし。アキさん、お願いします。よし、先輩でか。よく見とけよ、俺の操作を。はい、俺たち足を使ってなんぼなんだ。そうですね。近頃の若いやつはダメですからね。近頃の若いやつはダメだ。はい、インテリぶっちゃって。靴はすり減るまで歩け。はい、かかとすり減らして歩くんですよね。かかとすり減らして歩け。はい、いましたか。いや、いない。バカ野郎、こういう時もある。そうですね、すいません、笑って。長年やってる、こういう時もあるんだ。はい、それこそ足を使うってことですね。
この土はいいな。ちょ確保しろこの土を。あ、土をですね。あ、さすがですね。バカ野郎お前。はい。土を確保しました。腰を逮捕して土を入れないのだ、どういうことだ。はい。あ、いいですね。土を入れてくんだ、はい。この土を持ち帰るんだ。これは面白いですね。これが一番いい土なんだよ。はい、よし。はい。もうちょっと探す俺は。はい。アキさん、どうした？じゃあ、しまったぜ。これ。これ何虫ですか？こいつは何虫ですか？ハセムシだ。ハセムシですか？よし、こいつも逮捕しよう。はい、わかりました。10時40分、確保ですね。はい、限界、確保。はい、確保しろ。はい、入れろ。入れます。よし、よし、オッケー。まだまだ探しますよ。いや、俺のこの勘、流れの勘だとでかいのかなと、もうここはいないな。いませんかね。もう逃げた後だな、あとは。もう池の殻ですか。これで次の現場行くぞ。いや、もうちょっと探させてください。バカ野郎、俺の勘信じろ。やれますか。行きますか。ほいじゃあ別のとこ。俺の勘信じろ。いや、お前まだ新米で分かんねえんだよ。もう匂いがする、ここはいないっていう。分かりました。よし、じゃあ行きましょう。次行くぞ。よし、ちょっと現場今変えた。ここが匂うと思うんだ俺は、流れの勘で。すごいですね、あれ。あっ、バカ野郎、箱は。キャガー、お前何やってんだ。だからお前脇が甘いってんだよ。あ、クソ。あれ、脇が甘いんだよお前いつも。すいません。あ、いました、脇さん。ここだ、俺が狙うんだ。山は今度ここだ。すごいですね、鼻が効きますね。だから何年でかいってると思ってんだ。うわ、すげえ蜜が。ちょっと待て。はい、そこに。これは何の柄だ。これは、いや、これは死んでますね。亡骸ですね、これ。油ゼミですね。やられたな。はい、やられましたね。ここはやさだな、ここは。やってみましょう。この木を見てみろ。はい、はすごいですね、蜜が。樹液がすごいじゃないか。はい、ここも掘ってみろ。はい、緊張に行けよ。はい、次の横臭いつらは。はい、待て待て、アリがすごいな。すごいですね、アリが。うわ、このアリはすごいぞ。すいません、こいつ樹液に引かれてやってきたんだな。アキさん、いました。手についてました。おったんだ、そこに。はい、手についてました。過去、何時だ。時間見ろ。あ、すいません、10時22分ですね。あ、違いますね。バカ野郎、さっき10時40分だぞ。11時、時間が出たのみたいないか。すいません、11時22分ですね。はい、バカ、11時40分過ぎとった、さっき。はい、行きますよ。確保しました。よし。でも似たような小物しかいませんね。この時期多いんだ、ここは。だ、アキさん、どうした。ここ何の気持ちですか、これ。こいつは分かんねえな。これ手に触るんじゃないぞ。ツンツンしていいですか。ツンツン、あ、手の締めろ。はい、軍刀締めろ。ちょっと触ってみます。気をつけろ。はい、正直ちょっと苦手です。はい、丸まりましたね。丸まったな。はい、綺麗ですね。だけどかぶれそうですね。大丈夫ですか。何があるか分かんないから。はい、むやみに手出すんじゃないぞ。分かりました。とりあえず絶対触るんじゃないこいつは。はい、分かりました。俺みたいに長年やってると分かるんだよ、勘で。はい、いや、そいつはダメだ。はい、逃がしますよ。よし、こいつ逃がせ。はい、お、これだけアリがおると。ちょっと、なんだそれは。これは、実ですね。なんかの実です。犯人が仕掛けた爆弾かと思った。あ、え、さっきはちょこちょこ笑うけど、笑うとこ一つもないぞ。そうですね、俺たち仕事だ。はい、真剣にやりましょう。あ、いました。どうした。発見しました。よし、茶がよくやった。はい、ありがとうございます。やっぱ足で稼がないとダメですね。そうなんだ。はい、俺たち足で貸したけど何本なんだ。ピンセットが取りにくいですね。はい、取れました。はい、またココアガタですね。ココアガタ、はい、かわいいですね。はい、10時50分。はい、逮捕。はい、よっしゃ、次の現場行くぞ。はい、アキさん、どうした。自分ももう分かってきました。はい、よし、大体どこら辺にいるかっていうのが。俺の捜査が大体分かってきたか。はい、分かりました。よし、下について5年。はい、
やっと分かってきたか、はい、行くぞ。いますね、多分ここだ、はい、もうここはもう自分がやる、はい、ここはやさだな、完全に探してくぞ。じゃあどうだ、今のところいませんね。まあでもここは時間をかけてじっくりと探しましょう。バカ野郎、サングラス取れ、こういうとこは。はい、わかりました。あ、見えるじゃないか、全然。なんだそれは。さっきからこの実がやたら出てくるんですけど、どんぐり、どんぐりですね。あ、ここにも命の息吹が、はい、芽が生えてます。これが木になるんですね。そうだな、はい。チャガ、はい、今俺がこれ足で見つけた、はい、これどうだ、ここは。うわすげえ、いますねこれ。多分この大木はどうだ、はい、うわこれはジュルジュルじゃないですか。そこを見てみろ、はい、いますねこれ。ちょっとやってみますよ。そこ掘ってこ、はい、ちょっとやってみます。そうだった、慎重に掘れ。そこ多分柔らかくなってるから。うわ、なんですかこれ。あ、これ樹液が固まったんですかね。ダンゴムシですね。あれ、どんどん掘っていけそう。はい、わかりました。ボロってなんか多分 めくれる。またいました、こいつ。おっただろう。はい、いましたね。俺の見た通りだ。はい、よし、こいつ確保しよう。そいつ、はい、わかりました。限界だ、はい、ジャスト、はい、限界。来た、どうした。これ、見てください。どうした。なんかでっかいのいますよ、これ。これ何ですか。取っていいですか。逃げられる前に。なんだそれ。あ、クワガタだそれ。クワガタっぽいです。あれ、何これ。これはあれ、死んでる。死骸じゃないか。マジですか。あ、騙されました、すいません。これカブトムシですよね。これは去年のやつだな。うわショック。でかいの取ったと思ったんですけど、すいません。なかなかの時期出ないのおらんぞ、はい、こんな状態でここでやられたんだな。まあ、くそー。チャガ、お前どこ見てるんだ。はい、ここになんかおるじゃないか。いや、これ安手ですね。なんだこいつ、合体してるじゃないか、はい、うわ、これ安手ですね。よし、こいつも確保しろ。わかりました、はい、確保だ、こいつも。わかりました。チャガ、チャス、お疲れでした。もうだいぶ、もう日が暮れる。はい、今日捜査打ち切りだ。わかりました。ちょっと、よし、今日の確保した。はい、はい、星を確認しよう。はい、チャガ、はい、じゃあ今日挙げた星を、わかりました、確認しよう。はい、慎重に行け。わかりました。もう多分危険なやつはいないんで、通じて行きます。いくら逮捕したところで、こいつはいつ暴れるか分かんない。はい、まず出せ。はい、この子です。よし、ここだ。はい、よし、全部出してみろ。はい、ここに置きますね。あ、ここいますね、はいはい、まだ眠ってますね、この子たちは、はい、そんな優しい言葉書きんじゃない、星に。あ、そっか、すいません。安手ですね、はい、そういうのも手で触れるんだな。いや、安手は多分刺さないんですよ、これ、はい、よし、安手、はい、安手の役やな、はい、あ、これ、この木のいましたね、はい。よし、あとどこで、ああ、いました、いました、はい、クワガタさんシリーズは、はい、この4匹ですね。4種類だな、はい、4種類じゃないか、4匹です。こいつは素手でいっていいのかな。ちょっといってみようかな。ハスミムシだな、はい、早い。そいつはもう逃がせそう、はい、逃がします、はい、さよなら、ありがとう。登っていっちゃうな。あ、そういう習性があるのかな、これ。もう捕まんじゃねえぞ。よし、逃がせ。はい、あのテントウムシみたいにこう上に逃げ行くんですよ。俺嫌いだ、そんな虫も。正直嫌いだ。じゃあ逃がします。はい、こんなもんですね。あんまり捕まえれませんでしたね。いや、星はまだいろんなとこにいる、全国の。はい、探し求めて。俺たちは足をつかず探すんだ。はい、わかりました。はい、このクワガタを全部手の上に乗せろ。はい、わ、はい、かりました。気をつけろ。大丈夫です。よし、今年の初クワガタやな。はい、あ、逃がすんじゃない。元気がいいですね。元気がいいだか悪いだか分かりませんね、これは。はい、
サムネに使う、これを。はい、わかりました。あ、いた。意外と痛い。よし、はい、取れましたね。これからもどんどん行くぞ、ちょっと。はい、わかりました。楽しみですね、どんな幼虫が取れるか、昆虫が。あ、元気がいい、元気がいい。元気がいい。まだお、はい、よし、じゃあこれ、はい、後に行かそう。はい、森にお返しします。ありがとう。